百科全書序論。百科全書序論は、18世紀フランスの科学者、ダランベールによる二部構成の哲学論考。1751年に初版発行した、百科全書、または、学問、芸術、工芸の合理的辞典に収録。序論第一部は、学問の系統を対象とし、第二部は、学芸復興、ルネサンス以来の人間精神の進歩の歴史を、 対象としている。第2部の終わりで、ディドロが1750年に発行した主意書に訂正と追加をしたものが加えられている。百科全書序論は単なる百科全書の紹介にとどまらず、人間知識の哲学的考察並びに、当時の学問、芸術、工芸の状態とその歴史を叙述したものであり、啓蒙時代の精神を知る上でも重要な古典である。 第一部ではまず序論が進む筋道を説明する。百科全書の目的が二つあり、一つは百科全書として人間知識の順序と連関等をできる限り明示すること。二つ目は学問、芸術、工芸の合理的時点として各学問及び各技術について、それの土台たる一般的諸原理及びそれの本体と実質をなす最も本質的な。 細めを含んでいることと述べる。そのために諸知識の系統と家計を吟味することが必要と述べている。これが第一部の目標である。そのために、ダラン・ベールは意思の作用を何ら加えずに無媒介に受け取る知識、直接的知識はすべて、感観によって受け取る知識に還元され、ゆえに、すべての観念は感覚に追っていることを挙げて議論を始める。そして、 観念の相互伝達が社会形成の起源であり、社会形成とともにまた言語が生まれねばならなかったという。そうした観念の相互伝達によって次第に緊密になる社会だが、そこから引き出す公用を自分自身のために増大することを求め、他人と戦わなければならないため、全員が同じ分け前を預かることはできないという。そして全員が 社会の公用に同じだけ持つ権利が弱肉強食によって侵され、そこから自然に道徳的善悪という概念が生じたという。彼はそこから議論を展開させ、体の維持という必要性が個人の発見と他人との交渉によって賄われることから農業、医学などの生存に必要な技術が生まれたという。ここから彼は、 小学問の生成過程に関する説明を始める。彼は自然学、気化学、算術大数、力学、天文学が生まれた経緯を次々と説明する。彼はこのように学問は自然科学並びに数学から始まったと指摘している。それからこうした知識を獲得する仕方及び 自分の持つ思想を相互に伝達し合う仕方そのものを簡単な技術に整理したものが生まれ、それが論理学と名付けられた。ここで注意したいのは、この全知識の鍵とみなされるべき学問は、人間の発明序列の首位を占めなかったという点である。そこから次に生まれたものとして、文法、雄弁術、歴史、年代学、地理学、そして政治学を挙げている。以上は、 人間の知識のうち直接的観念に基づくか、あるいはそれらの観念の反省的な組み合わせと比較に基づく学問であったが、ここから彼はこれらとは種類の異なる反省的知識の説明をはじめ、反省的知識とは精神が直接的知識に働きかけるつまり、それらを結びつけ、また組み合わせる引くことによって獲得する知識である。 これらは直接的観念の対象たる存在に類似した存在を想像したり組み立てたりして人間が自分自身の力で形成する諸観念である。これを自然の模倣と呼んでいる。模倣に基づく知識の筆頭として絵画と彫刻を置いている。それから建築、詩、音楽について言及している。彼は技術に関しての説明のところで自由技術、 リベラルアーツと、機械的技術との区別と、さらに後者に対して前者に与えられる、優越性とについて述べている。彼は、この優越性はいくつかの点において不当であるが、これは、身体的な力の強さよりも、精神の才能の不平等さを適用することによって、より平和的で、社会に対し有用な原理を認めたからであると言っている。彼はそれから一本の系統術なわち、 百科全書の木についての言及を始める。彼がここでも強調していることは、他のすべての学問の諸原理を内蔵しているとみなされ、このため当然百科全書的順序においては最上位を占めるはずの学問の大部分が、関連の生成史的順序においては同じ地位を維持しないことである。人間知識の系統図を作る際は、百科全書順序と生成史的順序等をできる限り、 満足させるように作ったという。そして、系統図を体系づける三つの能力と知識、すなわち記憶に結びつく、歴史、理性の成果である、哲学、そして創造が生み出す、芸術について研究している。第一部の最後では、この、時点で、百科全書的順序を、アルファベット的順序と調和させるのに、どう骨折ったかを説明している。第二部では、学芸の復興期。 ルネサンスからの諸学の歴史を主に、これらの諸学に貢献した代表する人物を挙げる、ことで語っている。巧妙、啓蒙の数世紀に先行した、無知の長い中間時代、中世から出てくるには、関連の再生は関連の現象的生成順序とは、必然的に異ならざるを得なかったと言っている。学者たちはまず古代の仕事を盲目的に模倣する。 ことから入ったが、次第にそうした文献学的研究から古代の著作の精神を学び始め、こうして、雄弁、歴史、詩、及び文学の様々な分野における17世紀の傑作が、ほとんど時を同じくして開花したという。これに芸術が続いた。特に、絵画と彫刻との対象はより簡単の領域に属するので、 これらの芸術は必ず死に先立つことができたという。芸術と文学が既に尊敬されていたのに引き換え、哲学は同じ進歩をしなかった。彼はこれを説明するのに、たとえ観念の順序において理性の働きが想像力の最初の努力に先行するとしても、後者はそれが第一歩を始めてからは前者よりもずっと早く進むものであると述べている。また、 無知の育成期の自称学問なるものの全体を成したスコラ学がこの巧妙、啓蒙の最初の世紀における真の哲学の進歩に障害となったと言っている。スコラ学に進歩を阻害されながらも発展した哲学を代表する人物としてフランシス・ベーコンについて触れている。彼の学問の分類はダランベールの人間知識の系統図を作る上での土台となった。次に、 台数を基下に応用したデカルト、微積分計算と級数の方法を発明したニュートン、刑事上学を心の実験的物理学に還元したロックについて述べている。また、百科全書の音楽部門に貢献したルソーが学問と芸術が習俗を堕落させると非難していることに触れて、ルソーのこのことに関する論文は1750年にディジョンのアカデミーで受賞して、 称賛を浴びた。人間知識を破壊したとしても、悪徳は人間たちに残るであろうし、なお、その上に無知をも持つことになると言って反論している。2> 第二部の後半には、ディドロの主意書をもとにした文章が付け加えられている。この部分では、百科全書を作成するという仕事そのものの目的と、百科全書の構成方法について書かれている。彼らが目指したのは、 技術と学問のあらゆる領域にわたって参照されうるような、そしてただ自分自身のためにのみ自学する人々を啓蒙すると同時に他人の教育のために働く勇気を感じている人々を手引きするのにも役立つような辞典を作ることだった。これに先立つ作品はあることはあるが特にエフライム・チェンバースの百科全書についての物足りなさについて述べていてフランス語で書かれた 所著作がなければ作られ得なかったと言っている。そして、チェンバースのこの著作が一人の手で行われたことを帰り見て百科全書を作成するという重荷を分担する必要があることから十分な数の学者と技術家を起用したと言っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。